日本がロシアに勝つ見込みというのは決して、ね、可能性というのは高くはないかもしれないけれども、はい、もし日本が勝てるとすれば、それは本日は白駒さんどのようなお話を伺いますでしょうか。はい、実は前回大河ドラマ鎌倉殿の13人で、はい、本当はここを三谷幸喜さんに描いていただきたかったっていうね、はい、私の中での一押しの場面をご紹介したんですけれども、はい、実は福岡に暮らしている私はですね、本当はやっぱり鎌倉時代を描くのであれば原稿を防いだというね、はい、あそこまで本当は描き切ってほしかったなという思いが少しあるんですね。それで今日はそのね原稿蒙古襲来を防いだ北条時宗のお話を少しさせていただこうと思います。まあ蒙古元という国が当時ね非常に大きなこう帝国を築き上げて、はい、まあ、その日本に襲ってくるわけなんですけれども、実は私は今福岡に暮らしていますが、生まれ育ったのは埼玉なんですね、はい、でその埼玉県の、まあ、小学校中学校、まあ、高校は都内に通っていましたけれども、どんな風に歴史の授業で習ったかといえば、はい、もうその世界最強の蒙古が日本を襲ってきたんだと。でもですよ、はい、神風が吹いて事なきを得たと習ったんですよ、はい、まあ、神風というのはまあ台風のことだというふうに習いましてね、はい、あ日本はラッキーなことにね侵略されずに独立を守ることができたんだって、はい、そう認識していました。ところが今から二十数年前なんですけど、私福岡に引っ越したんですね、はい、福岡というのはその蒙古襲来の地なんですよ。そして福岡には原稿資料館というのがありましてね、これ正確に言いますとね、普段全然こう空いてるわけじゃなくて、はい、こう神社の中にひっそりとありまして、そうなんですね、で社務所の方に見学したいと言えば、はい、なんか出てきて開けてくれるみたいな感じ、そうなんですね、はい、なんかほとんど見学する人はいないんじゃないかなっていう感じなんですけれども、はい、まあ、以前ね見せていただいたんですよ。で私驚きました。その蒙古襲来のこう絵巻がありまして、そこにはですね、その世界最強の蒙古に一歩も引けを取らずこう戦い抜く鎌倉武士が描かれていたんですよ。で私ってただラッキーで独立を守れたわけじゃなかったんだと、こんなに頑張った私たちの先祖がいたんだと、もうちょっとその時はね感動しましたし、そしてね先祖たちに申し訳ない思いでいっぱいでしたよね。でも考えてみると、いくら台風が来たところで蒙古がもう九州を席巻してもう制覇してたら、いくら台風が来たって大丈夫じゃないですか、はい、ところが、ね、蒙古はものすごく強かったんですけれども、鎌倉の武士団は絶対にこの国を守るんだという思いがありましたから諦めないんですよ。昼の戦いに敗れても果敢に夜襲を仕掛けたりするので、蒙古からしてみたらおちおち寝ていられないと。それで夜になると結構船に引き上げていったらしいんですよね。船で寝起きしていたから台風が来たら沈んだりね、もう逃げ帰るっていうことになって、だから鎌倉武士団の踏ん張りがなければ歴史は違ったものになっていたと思うんですよね、はい、だから私はもっともっとね歴史の授業でねこの祖先たちの頑張りというのをね、はい、先生には伝えていただきたいなって思うんですが、はい、その原稿の資料館の近くにですね大きな石像がありまして、はい、その石像は亀山上皇が描かれたものなんですよね。亀山上皇、はい、その蒙古襲来の時に朝廷には亀山上皇が君臨していらして、はい、そして亀山上皇が来る日も来る日もあることを祈ってくださったんですね、はい、その祈りの4文字が同じ福岡の箱崎宮という神社の、はい、鳥居のところにこう掲げられているんですけれども、なんて祈ってくださっていたのかというと、はい、敵国降伏なんですよ。敵国降伏、はい、これはですね敵国を降伏させるという意味ではないんですよ。と
当時公の文書は全て漢文で書かれていたんです、はい、敵国を降伏させるという意味で書くならば、はい、降伏敵国となるんです ね、 あそうですね漢文ですから、はい、うん、ところが亀山上皇がお書きになったのは敵国降伏、これは敵国が降伏するということなんです。敵国を降伏させるのは武力討伐ですが、はい、敵国が降伏するというのは日本の徳の力に敵がひれ伏すということなんですよ。天照大神様がお孫さんの二木の御さんに知らせとお命じになった、はい、慈しみの心で愛の力で徳の力で民を治めなさいと言ったその神話を多分ものすごく意識されて、敵国降伏武力討伐ではなくその徳の力に敵がひれ伏すということを亀山上皇は祈られたと思うんですよね。ねえ、おそらくねこの元寇の時だけでなく、はい、日本にさまざまなピンチがやってきますけれども、そのピンチを乗り越える原動力というのは皇室の祈りと、はい、その祈りに応える国民の志なんですよね、はい、これがガチッと何でしょう、ここがっぷり四つに組めた時に、はい、こう危機というのをうまく先人たちは乗り切ってきているんですね。でこの亀山上皇の祈りに見事に応えたのが北条時宗であり、その時宗の思いを受けて踏ん張ったのが鎌倉の武士団だったっていうことなんですね。なるほど、はい、でこの北条時宗という人が本当に私は素晴らしいなと思うのは、はい、この蒙古襲来によって亡くなった人って当然大勢いらっしゃるわけですが、そうですね、はい、北条時宗はその戦いによって亡くなった人たちの御霊をですね、敵味方の区別なく弔うということで円覚寺というお寺を創建なさったわけです。その日本の国民だけではなく、はい、相手の兵隊なども含めてっていう、そうなんです。実はその円覚寺に金子健太郎という、この方は明治時代にまあ政治家や官僚として活躍した方ですけれども、はい、その金子健太郎がですね、戦前になるのかな、円覚寺を訪れて、はい、そこでね非常に心を震わせながら講演をしたそうなんですね。その講演の内容というのが、はい、実はちょっと時宗に関わってくるのでここでご披露したいと思うんですけれども、はい、あの明治政府が明治37年ですか、はい、ロシアとの開戦やむなしというのを決断するわけですよね、はい、で日露戦争の火蓋が切って落とされるわけですけれども、はい、明治天皇を招きした御前会議の場でロシアとの決戦はもう避けられないんだと、その戦争の覚悟を決めた時に伊藤博文は、この時は枢密院議長を務めていましたけれども、はい、その伊藤博文は宿舎に戻りますと金子健太郎をすぐに呼び寄せたというんですね。今度の戦はどうなるか全く皆目見当がつかんと、しかし陸海軍ともに相当のことをやってくれるだろうと、で日本がロシアに勝つ見込みというのは決して、ね、可能性というのは高くはないかもしれないけれども、はい、もし日本が勝てるとすれば、それは早期に講和に持ち込むしかないんだと、つまり戦が長引けば当然国力が大きい方が勝つわけですよ。そうですね、はい、だから日本が勝つ道は短期決戦しかないんですね。その短期決戦のためには第三国にタイミングよくこう朝廷仲裁に入ってもらって講和を結ぼうということなんですね。で伊藤博文は金子健太郎にこう告げるわけです。幸いアメリカのルーズベルト大統領は我が国に大変に好意を持ってくれている、はい、そして君は、君というのは金子健太郎のことです、君はハーバード大学でルーズベルトの同窓ではないか、君は今すぐに太平洋を越えてアメリカへ渡ってくれ、そしてルーズベルトを説得しその仲裁役に
なってもらえるようにね、根回しをしてほしいって言うんですよ。で、金子健太郎は自分に課されたその責任の重さに耐えられなかったんですよ。だってもし自分が説得に失敗すれば日本は負けるんですね。そうすると破滅ですよ。おそらく日本の、まあ、全部とは言わないまでもロシアの領土になるようなところもきっと出てくるわけですよね。もうもしそうなっていれば私なんて名前が白駒瞳ではなくナターシャとかっていう名前だったかもしれないんですよね。で、一旦はねそれを断るんですよ。ところが伊藤博文はそれを許さなかったんですね。あの元寇の時とその鎌倉時代の話を持ってくるんですよ。時の執権北条時宗公は奥方にこう言った。今度の戦がうまくいかなければ時宗自ら戦地に赴き最前線に立って指揮を取る。その時にはお前も一緒に行って兵たちのために飯を炊くんだぞ。幸い鎌倉武士たちが踏ん張ったので、はい、時宗夫妻は九州まで行かずに済んだんですよ。でも時宗公にはその覚悟があったということですよね。そして北条時宗という人は10代後半に執権となり、はい、24歳で文英の役、31歳で公安の役、2度の猛攻を見事に退け34歳で亡くなるんですよ。まるで我が国をその国難から守るためだけに生まれてきたような人生だったんですよね。伊藤博文はわしはあの時の時宗になろうと思ってる、もしロシアとの戦がうまくいかなければわしが戦地に行って一兵卒として最前線に立つ覚悟だと、その覚悟があるからこそ開戦を決断したんだと。それなのに君はまだ何もしていないのに諦めるのか。そう言われて金子健太郎にはもう断るという選択肢はなくなったんですね。そしてアメリカに渡り見事自分の使命を全うし、はい、短期決戦に導く。私はあの日露戦争の勝利というのは本当に奇跡と言ってもいいと思うんですが、その奇跡の一端を担ったのが金子健太郎だったんですよね。その話を金子健太郎が戦前に円覚寺で講演をなさったという話を今の円覚寺の館長でいらっしゃる横田南嶺館長に私は伺いましてね、本当に感動したんですね。何に感動したのかというと、明治の人たちはまだ戦が始まってないんですよ。戦を決断したという段階ですでにどうやって戦いを終わらせるかというところまで、ここまで考えて、はい、で決めていたっていうこと。そしてもう一つは北条時宗という人は鎌倉時代にもちろん亡くなっているんですよね、はい、でもそれは肉体が滅んだだけだったんだなと。そう、精神は生き続けたんですよね。そしてその精神が伊藤博文に乗り移り金子健太郎の背中を押したんですよね。私、ね、大好きな歴史上の人物っていうのが何人もいるんですけれども、はい、その人たちの精神を志を私たちが受け継ぐことで、はい、その人たちの命は永遠のものになるんだなと。肉体は滅んでも心は脈々と受け継がれていくんだなって、そのことにすごく未来の希望を感じたんですね。なるほど。ですので、まあ、本来は元寇のところまで大河ドラマで描いてほしかったということで、はい、次回はいよいよどうする家康の話をさせていただこうと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。